はい、吉永さん。まあ、朗読で稼ぐこともできますし、ようやくで稼ぐこともできると思うんですけども、なんかね、独自解釈、偏解釈で、面白いコンテンツもできるかなと思ってるんですよ。まあ、例えばね、昔、その、ウルトラマンっていう番組があって、ウルトラ警備隊っていうのがあったんですよね。え当然、私たち子供は、あれを警察かなんかの一環かなと思ってたんですけども、今ね、 私たちの目線で考えると大人になった目線で考えるとあれ民間企業だったんじゃないかなとか任意団体だったんじゃないかなとか思ったりもするんですよねウルトラ警備隊って、えー、の警備隊のオフィスがあったりそれから装備があったり車があったりとかねあと法的な,なんかこう根拠も必要じゃないですか勝手に出動して怪獣に向かって銃を撃てばいいってもんじゃなくって発砲の許可はどうされるのかとかね 隊員で銃を携帯が許されるのはどういう人なのかとかね様々考えて無理やりな解釈をつけていくとまあそれなりに面白いかなと思ったりするんですよであれが仮にあのー、国のね機関の一部だとしたらどうやって予算委員会の質疑をねやるのかとかねウルトラ警備隊の最近の活動はおかしいんじゃないですかとなんか全然働けない隊員があぶくぜんに送ってますとかね癒着だとかね それからウルトラ警備隊に納品する装備とか車とかあとあれですよねオフィスの設備投資とかっていうのは予算が決められていて怪獣が来てもね銃があんまりこう弾がなくて撃てないとかっていう問題があったりとかあと今度あの接待疑惑があってねうんでウルトラ警備隊はなんか特定の勢力と接待を受けていてえなんか逮捕されていたみたいなねそんなんがあるみたいなストーリーをどん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 作っていくこととか。 あとはあれですよね。ウルトラ警備隊の,の、この車がありますよね。車は日産なのかトヨタなのか、そことの関係はどうなのかとかね、裏金が動いてるんじゃないかとかね、天下りは誰がいるんだとか、年間予算いくらぐらいなんだろうかとかね、なんか様々ありますよね。で、ウルトラ警備隊は、怪獣が来なくなっちゃったら存在業と問われかねないんで、怪獣が適度にやってくるように、なんかね、自作自演してるんじゃないかな、みたいなこともあったりね。うん、なんかそういうふうに、 考えていいくととなななかかなか面白いかなと思うわけですよあのー、最近ね私見ているねロボットアニメでザンボット3っていうのがあってねそれの動画解説をいくつか作ったんですけどもあれっていうのは宇宙の彼方からやってくるあの怪獣に対してね地球側がなんかこう地球を守るために戦わなくちゃいけないんですけどもその戦ってるザンボットエース一弾っていうのが完全なジンファミリーって言って民間の本当の普通の人なんですよ。 普通の人なんだけど、昔々宇宙の彼方から来た宇宙人の末裔だってことを、その家族たちは信じていて、でご先祖様が埋めた、あの、超兵器をね、海から掘り出すことによって、それをザンボット3っていうのを掘り出してね、それで戦っていくみたいなことをするんですけども、小学生とかが戦ってるわけですよ。で、お父さんやおじいちゃんも一緒に戦うわけですよね。まあ、完全に民間でやってるんで、えー、なんか結構ね、社会からの目は冷たいみたいなスタートなんですよ。<laughs> 面白いいなと思いますよねだから国とか警察は何もしなくて世界中の軍隊が動かないのに普通の一般家庭がね宇宙のカナダから来た怪獣に向かって命がけで戦うみたいなことがあります。で最終回そのジンファミリーっていうのは地球を守りながらねみんな死んでいくんですよ。で最後にその宇宙のカナダからやってきたあの外族っていうねやつにこう聞かれるんですよ。おお前前んでお前たちは戦うんだ なんででお前たたちちは俺たちに戦いを挑むんだって聞かれるわけですよそしたら最後に生き残ったカッペイいう主人公はね当たり前のように答えるんですよ。俺俺たたたちちのの地球、俺たちが守るの当たり前じゃないか。そしたらねその外族っていうのは言うわけですよ。お前たちが守ろうとした地球はみんな嘘つきで攻撃的で悪いやつらばっかりじゃないかそんな人たちを守るためにお前は家族を失いながらも戦う意味があったのかって聞かれて主人公のカッペイはね小学校6年生なんですけども。 返す言葉がないんですよ、ね、でまあ外族っていうのは最後それを言いながらこう滅びていくっていうかねもう死んでいくんだけどもでも外族っていうのはあの宇宙の彼方からね悪い惑星を退治に来るるよような正義の団体だってことが最後分かるわけですよ地球はなんかみんなで仲違いしたりとか戦争を起こしたりとかね飢えた人を子供たちをほったらかしにしてる悪い星だから滅ぼしてしまえっていうふうに正義の信念で来てるわけなんですよね。 でもその「ザンボト3一弾っていうのはやっぱ地球を守るためにっていうふうなそのストーリー的にはね自己催眠にかかっていたっていうらしいんですよ。で最終的に、えー、ラストシーンでねどんな地球がやってくるのかってことは分からないまんまあわ終わるんですけどもその問いかけはこのアニメを見た子どもたちが将来大人になった時に考えてくれっていうことなんでしょうけどんね。うん、かそのアニメもいろいろねこうね解釈の仕方があってね まあ残酷数に限らずどんなアニメでもそうですけどもなんか無理くり解釈とかね実はこんな裏設定があるみたいなことをいろいろと思いつく人が同人誌とか作ってるんでしょうけどねだからもうそういうふうなね既に発表されたコンテンツの別解釈ってのがまあビジネスになってる側面はあるかなってところなんですよねはい、じゃあ今日はこの辺にしときましょうか、うん、でもこの辺っていうかね5月11日朝5時半もうすぐ即歌塾のライブですそれでは行ってきます